おはようございます。釣り子 TV です。日清。ね、この日清のドアップから始まるわけですけども、先日亀山ダムで開催された、ハイドアップカップね、もう第4回目ということなんですけども、そこで、6位に入賞。よし。これは、ちょっといいサイズじゃないですか。綺麗なバス。ということで、こうね、商品をいろいろ、あとね、じゃんけん大会とかね、いろいろあってもらったんですけども、それをちょっと開いていきたいなと思って、スタートしたんですけどもね、まずね、この日清カップヌードル、これね、じゃんけん大会で手に入れたんですけども、あー、どん兵衛、きつねうどんね、いっぱい入ってますが、まあちょっとね、これじゃんけん大会でゲットできました。まあね、非常食として、家にですね、保管しておこうかななんていうふうに思うんですけど、こういうのもね、消費期限とかはね、あると思うんで、タイミングタイミングで食べていこうかな。まあね、これね、嬉しいね、これをいただきまして、はい、いよいよね、はい、今回ね、6位っていうことで、トキタボートの大会でいうとね、3位以内に入賞できると年末のグランドチャンピオンシップに参加できるっていうことでね、そこが一つの目標だったんですけども、届かず。ただね、100人ぐらい出ている釣り大会で、まあ、6番目の成績っていうことで、ね、最近の自分にしてはよく頑張ったんじゃないかな。6位ね、トップ10フィニッシュを果たしたということで、まだね、もらってから1回も中見てないんですよ。ごそごそとね、家でどんなものが手に入ったかってね、ご紹介できるんではないかと思って、じゃあね、これから早速開封をしていきたいと思います。まずね、このね、シマノの袋にモリ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 入っておりますね。じゃあ、まあ早速一個ずつ出していきたいと思います。これね、まずはシマノ、おー、シマノの帽子ですが、あ、これは夏場に嬉しい、ちょっと水を含むとしばらく保持してるよっていう夏の涼しいキャップですね。で、シマノカラーのこのね、水色に結構ね、浮いた感じのこのシマノタイト、あ、これすごい結構ちゃんとした帽子ね。これがまず入っておりました。はいはいはい、シマノ帽子。そしてお次はこれなんだ、一番手前に、はい、シマノ、おー、シマノの、あ、カナビラ付きのね、タオルですね、お手拭きタオル。このカナビラでね、腰とかにつけたら、まあ、魚釣った後とかに、拭けるよっていうね、こういったタオルなんですが、これすごい厚手のね、すごいしっかりとしたタオル。これね、ちゃんとしてますよ。洗うときは、まあ、カナビラを外してくださいとか、なんかいろいろ書いてありますけども、これは使えるんじゃないかなっていうか、なんかもったいなくてついついね、使わないで、なんかね、タンスの肥やしになっちゃうってことはあるんで、まあちょっとね、シーバス釣りのときとか、もちろんバス釣りのときとかね、使ってみようかななんていうふうに思いますけど、島の島もできましたね。お次はこれ、おっと、赤鮎って書いてありますけども、ついに完成、スタッカージョイントハードっていうことで、ハードベイトでスタッカーをね、
使えちゃうっていうことで、まあプラグなんですけども、そんでトリプルフックがついていて、で1,2,3,4,5,6 連ジョイント4インチのハイドアップのですねプラグですね。 PE ジョイント製法によりハードマテリアルボディで完全再現ということで、こんなねこのルアー、まあねこれね毎回ね大会のごとに増えていくのも結構いっぱい持ってるんですけども、くねくねと動くよといったこういったハイドアップの、ね、プラグ、これがまあ入っておりました。はい、じゃあお次はなんか見えてるかな、これ抜いてますか。はい、たまらんばい長野さんのねえからし高菜、お漬物が入っておりましたよ。これね、釣り具屋さんなんかでもね並んでることが最近あるんですよね。で、温かいご飯におにぎりに炒め物にチャーハンにラーメンということで、賞味期限はね18年の12月19日までだよということでね、年末まで、漬物で楽しめちゃうということでね、お漬物が入ってました。はい、ね、お漬物。じゃあ次はこれ手前に、はい、 HU200、ね、2m ダイバーのハイドアップのクランクベイトですね。でカラーはこんな感じの、ウォーターメロンという、これカラー書いてるかな。カラーでは、メロンバスっていうカラーですね。ライザーテクニックによる壊せのクランキングでクランクベイティングの概念を押すということで、まあ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 、こう浮上アクションで壊せるねというライザーアクションのね HU シリーズの 202m ダイバーのクランクベイトですね。これはまあ亀山ダム霞問わずにいろんなところで使えるんじゃないかなということで、プラグね、ただのね買ったらめちゃくちゃね根は張りますからね。まあまあプラグがまず早速2個、ね、これは期待できるな。じゃあ次はこれ、おー嬉しいな、これはエバーグリーンのですねスナップたっぷりイージーワイドスナップアソーテッドっていうことで、結構ねこのラウンド形状のエバーグリーンのスナップって動きがいいんでよく使うんですよ、っていうか買うんですよね。で少なくなったら補充っていうことでやってるんですけど、これ来年1年分ぐらいあるんじゃないかな。これは嬉しいな。大中小ってねいろんなサイズで、しかもちょっとこれ数も多めですよね。これは嬉しいな。ワイドスナップ盛りだくさんということで、これねこれマジ使うやつなんで超嬉しい。そして、まあこれ見えてるな、たまらんばいステッカーね、たまらんばいステッカーが入ってました。ここら辺はこういう感じなんでしょう。たまらんばいステッカーが入っていて、まだまだありますよ、まだ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 。シールつながりでね、これはい、ノガレスのねステッカーが入っておりました。はい、ステッカー、たまらんばいステッカーとノガレスステッカーはもう一個出してますから、ね、はい、ね、スタッカーワイド5インチ、チャートグリーンゴールド F ということで、ゴールドフレークかな。これはちょっとねまだ自分使ったことないやつかな。この平たくてでかいね、カブトムシチャターとかに使うようなやつかな。なかなかね大ぶりなんで出しどころは選ぶかと思うんですけども、でもね今年も新しいダムがいっぱい解禁されて、でそこがギル、捕食中心のまあなんていうか、今年はそうですねジグストなんかでいっぱい
ぱいねいいバス釣れましたけども、そういったところでちょっと使ってみたいなというものをね、まあ元祖ギル系ですよね。ね、ハイドアップのねスタッカーワイドシリーズの5インチっていうことで、これはねちょっと使ってみたいな。このボリューム感だから食うバスがいるんじゃないかな。まあまだこれまだすごいいっぱいなんか気配があります。これなんだろう。ピーにシュッ入ってましたねえ。まあ、これあのお得ボトルとかね、あのでっかいのも持ってるんですけども、まあ、ね試供品10ミリリットル試供品っていうことで、まあね試してみてねっていうことなのかもしれないんですけども、ポケットとかね簡単なちっちゃいねボックスに入れとくのにもちょうどいいサイズの PE2種が入ってましたよ。バリバスで、まあフッ素コート剤ですよね。結構ねPE ラインの釣りとかにねよく使いますし、あとはね裏技としてはロッドを掃除するときにロッドのブランクスの方にね、まあ、フッ素コーティングで拭くんですよね。ロッドキュッキュッキュッとガイドじゃなくて、まあガイドも拭くんですけども、そのついでにブランクスもね拭いておくとふわっととなった糸がロッドにまとわりづらくなって、すごいね操作性が良くなるんですよね。まあ、変なところにね塗っちゃうとねツルンって滑っちゃうんですけども、ロッドのブランクスなんかに塗ってまあ汚れ防止にもなりますし、 PE ラインとか使う時にそのロッドへのベタつきなんかも防止してすごい使えちゃうっていうこと。まあこれねいくらあってもね困らない。これ嬉しいですね。 PE2 種が入ってましたよね。まだまだあります。ワームが見えたんで、はい、ウープスのね3インチが入ってましたよ。ハイドアップのワームですね。ウープスの3インチ、高機銃ボディ、ローリングフォールアクション、とろけるように揺らめくライブヘアがバイトを誘発するということでね、ウープスね、これ使ったことはまだないかな。持ってはいるんですけどね、まだね釣り場でね使ったことないんですけど、まあこの高機銃ボディにこの生めかしい毛がついているからナイスだよっていう、こういったワームだと思うんですけども、ワームがねハイドアップの2個ね、来ました。すげえ量だな。はい、じゃあ次これは何だ。これはあ、はい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 、いくらあっても困らないやつですね。これは、スタさんですね、スタッカーの、これさ、書いてないけどね、これスタッカーの3インチでいいんじゃないかと思って、すげえいっぱい入ってますね。関東の釣りで自分ねそんなこれ使ってるね動画とかないと思うんですけども、琵琶湖の紙ワームですよね。このスタッカーのね3インチのね、ヘビダンで琵琶湖のねデカバスを狙うっていうパターンがあるらしくてですね、自分まだね使ってないんですけども、これね紙ワームらしいんですよ。なんでいつかね琵琶湖に行った時用にっていうことでいっぱい在庫持ってるんですけども、まあ関東でもね全然使えるすごいいいサイズ感なんで、ちょっと使えるタイミングあったら使ってみたいなと思うんですけども、何にしてもね琵琶湖で餌って言われてるスタッカーのね3インチがねこう結構これ山盛り入ってるんですよ。これはありがたい。これねタイミングで使えたらなんだ。まだまだあります。はい、次は、はい、おはい、はい、またねスタッカーの3インチ、ブルーギルっぽいカラーですね。カラー違いで2袋入ってましたね。あ、こんだけあれば、で実はね去年のね参加賞とかにもね入ってたかと思うんで、まあ、こんだけあればしばらくねご飯食べれるんじゃないかな。ね、すごい量入ってます。はい、ワーム盛りだくさん。はい、そしてこれはおーっと、これは嬉しい。最近ね追加でさらにね8個ぐらい買ったんですけどね、まあいくらあってもね
困らないんで、エバーグリーンのジャックハンマーね。まあ、去年なんかね、亀山ダム、あとは横利根川ね、霞水系問わずね、まあ、どこでもね、投げりゃね、すげえいい感じで釣れてくれたジャックハンマー、しかも一番好きな8分の3オンス、アユカラーね、アユカラー8分の3ゴールドブレードのジャックハンマーが入ってましたよ。これはね、好きなルアーなんですよ、ね、自分でもね、足りなくなるとついつい買っちゃうっていうね、まあよく釣れるルアーです。亀山なんかでもすげえ効きます。そしてバリバスのシール、シールシリーズ、シール、あとはこれ、お、これは DRT でいいですね。これね、これ自分使ったことないんですけど、ラバージグ、すごい特殊な形状の、なんか頭が平らなね、浮き上がりやすく設計されたヘッドゲージはスロースピードでレンジキープに優れますということで、これはちょっと使ったことないんで、この後ろにスタッカーとかつけるといいのかな。なんかワゴンがついた、これでこの付属の輪ゴムでトレーラーをこうキープして外れづらくして使っていくみたいな。ちょっとね、これ買ったことないルアーだな。これちょっと試してみたいですね。DRT のね、ラバージグ。そしてこれもう一個ね。これもね DRT 2分の1オンスで、強波動フットボールジグ、ファストフォールですね。速い、フォールを可能にしたヘッド形状と I の位置、ディープ攻略はもちろんヘビーカバーへの侵入性能も抜群ですということで、DRT のね、ラバージグ、これね、2つこんな感じで入ってましたね。これ両方とも使ったことないルアーなんで、ちょっと試してみたいな。またね、これはまたちょっと研究してみたいと思います。で、最後、はい、いい色味の、スタッカーが入っていたということで、これは4インチかな、ちょっとこっちより大きいかな。これが3インチ、4インチ、4インチっていうことで、うわーというわけで、これでね、最後ですね。盛りだくさんですね、これ。盛りだくさんね。漬物から、島のから、ね、プラグから、スナップから、DRT のラバージグから、もう、とんでもないな、これは。ちょっとね、これだけでしばらく釣りがね、楽しめちゃうっていうね、使い切れないぐらいのルアーが山盛りでございます。はい、ね、というわけでこれが、6位の山盛り商品群でございます。さらにね、もう何十グラムかねつってね、トップ5とかトップ3フィニッシュしたら、これに竿やらリールやらついてきちゃうっていうね。第4回目ですけども、まあいろんなね、主催の大会があって、でその大会の癖というかね、その大会によってどういった参加賞があるとか、あとは入賞した時の商品があるとか、いろいろあると思いますけども、印象としてほんとね、ハイドアップカップはね、もうね、ルアー盛りだくさんでね、であとは吉田プロのこのスポンサーメーカー様のこういったね、バーグリーンから島野から DRT からとかね、もうすごいことになってますね。来年もねやるっていうことだったんで、第5回ハイドアップカップなんかがあったらね、関東にいる人はぜひね、参加した方がいいんじゃないかななんて思いますけども、というわけでですね、これで全部開きました。本日のね、釣り子 TV は6位ね、6位になれましたということで、トップ10フィニッシュからね、なんか豪華な商品、まあ参加賞の
ね、商品というか参加賞もものすごいね豪華だったみたいなんで、出るだけでお得、さらに釣り遊びしていい魚が釣れたらこんなことになっちゃうっていうね、非常にお得な大会なんじゃないかななんていうふうに思いますけども。というわけで本日の釣り子 TV は第4回ハイドアップカップね、6位になったらこんな、いろいろと、もらえたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。